こんにちはテンバーアカデミー堀秀夫です今日はバンコクで、まあ、ウーバーを使ったら便利すぎて感動者でしたという、この6月の末に来た時のね、体験を、まあ、再び今、えー、11月ですけど、5ヶ月経って使ってみてね、まあ、やっぱりウーバーいいなと。というか、えー、グラブタクシーっていうのを使ったんですけど、全く使い物にならないね、これはということでね、えー、ちょっとまたシェアしたいと思います。 まあ、このね、対応何言ってんだかわかんないという中でね、ウーバーは非常に、えー、使い勝手がいいです。でね、6月に来たときはもうすっごいめちゃめちゃ安かったと。これね、なんかやっぱ間違ってた、あるいは、えー、需要が多いドライバーの取得が少なくなりすぎるようでね、えー、値段はがっつり上がってました。ね、で、えー、なんだこれ。 ウーバーもしかしてすごい高くなっちゃってるからね、グラブタクシーもちょっと使ってみようかなと思って使ったんですけど、まあ、全くダメでしたね。使い物になりませんでした。どういうことかというと、まずま、グラブタクシーですね、アプリをインストールするのが何がいけないんだかわかんないですけど、なかなかインストールできないと。 で、実はね、え、電話壊れたりね、え、取られたりしちゃった時の、忘れ物したりね、電話を忘れたり取られたり壊れたりした時ように、電話は2台持ってるんですけど、まあ、もう1台のね、電話でやったら、まあなんとか登録できたと。で、呼びました。で、実は呼ぶ前にね、え、こういうふうに、グラブタクシーで行くと65バーツですと、あ、グラブカーで行くと65バーツですと。まあこれね、 電車の切符代が多分30バースとかそんなもんなんで、めちゃくちゃ安いんだと。これはあの電車混んでるし乗ってる場合じゃないねと思って、えー、このグラブカーを呼びました。ね、そしたらね、 なぜかわかんないですけど、えー、グラブカーのままグラブカープラスの値段になったのか、あるいはね、勝手にグラブカープラスに切り替わったのかわかんないですけど、えー、65バーツで予約ボタンを押したらね、えー、なぜか178バーツと表示されて手配されてたと。まあ、ただこれ、グラブ、えー、タクシーの場合はね、この表示された金額を払うわけじゃなくて、まあ、実際には、えー、メーター料金で払うんでね、えー、高くなっても まあ、しょうがないというか、高くなることがあるんでしょうけど、まあ、そいうしても、この、いつ切り替わったのか分かんないうちにね、勝手に3倍近い値段になってるところが、まず、感動的でしたね。で、まあ、まあ、別に3倍といっても100バーツ、400円弱ですから、まあ、一度ね、グラブタクシー使ってみようと思ってたんで、待ってました。そしたらね、メッセージが入りまして、ドライバーがのそこまで迎えに行けないと。 いうメッセージが入ってね、あ、まあそうか、じゃあ次の呼ぼうと思ったらね、このドライバーがどうも、えー、このグラブタクシーのアプリの使い方わかんないみたくていて行けないんだったらそのドライバーがキャンセルしないと次の車呼べないんですけど、まあ、行けないと連絡あったき、キャンセルしないでね、もうあの向かってますっていう表示のままでした。まあ、全然だめですね、えー。やっぱりタクシーを使うっていうのはストレスが多いなと。ねえー アプリを使ってグラブタクシーってなっても結局このストレスの多さは変わらんねというふうに思いましたでところでこのウーバーを使うとね150から200バーツという形になるんでまあ、えー、随分ね前,前と比べて上がったねと思って、まあえー、グラブタクシー読んだんですけど、まあ、結局グラブタクシー呼べなくなっちゃったんでねウーバーを呼びました ウーーバもね前回ほどはスムーズではなかったんですけど、まあでも、えーまあ、結局乗れてで、実際に払ってみたらね、149.46バーツと。なんでこの表示されてるより安くなっちゃうかわかんないですけど、まあ高くなったらね、えー、不満はあるでしょうけど、まあ値段がその表示以下なら、まあ文句なしという感じでね、えー、無事このウ、えーバーを使って乗れました。なんなんでしょうね、グラブタクシー。えー、このね、 向かってますって言ってメッセージだけでいけませんっていうのはね、こう想定外でさすがに困りましたね。次を呼びたくてもね、呼べないと。で、まあまあ、キャンセル料がどうなるかわかんないですけど、まあ、少なくともこのインストールしたり読んだりする間にね、もう10分15分経っちゃってるんでね、もうそれ以上待つのもめんどくさいんで、ウーバー読んでえ乗っちゃいましたけど、まあ、ウーバーは素晴らしかったなと。グラブタクシー、 苦労してインストールしたけど、まあ、使うこともないだろうなというふうに思いました。まあ、そんな形でね、えー、タイに来た際は、ウ、えーバーがおすすめです。国によってはね、ウーバー、タクシーの運転手に攻撃されたりするみたいですけど、まあ、ねえー、そういうのが起こりうるタイでも、まあ今のところそんな大した事件にはなってないみたいなんで、まあ、あんまりね、タクシー並んでるところで乗るとか刺激的なことしなければ、まあ、特に問題ないと思いますんで、まあタイに。 旅行する際は、ウーバーを使おうと。バンコクはウーバーを使おうと。まだね、プーケットが使えるのかどうか、まあ、これから試すんでわかんないですけど、えー、そんな形で思いました。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。